はいどうも、ドリンです。はい、今回ですね、ソニーさんからVlogCAM ZV-1 ですねお借りして、しばらく使わせていただきました。本当にかなり撮りました、たくさんのものを撮って、で、同じことを一眼レフで、これですね、こっちのキャノンの一眼レフで僕の持ってるものでやったらどうなるかっていうのも今回いっぱいテストしまして、こっちのデロリンチャンネルではなく、デロリンパパって方のあっちのチャンネルをちょっともう Vlog にちょっと特化しようと思ってるんで、あっちは、そっちちょっとね、いろいろテストしてみました。ちょっとシャレオツな雰囲気作ってみたりとか、で、気取った BGM つけて、はい、それっぽく撮ったりとかいろいろやったんですけども、どっちがどうやりやすいかっていうのをちょっと確認して、はい、やりました。で、今回はですね、その Vlog、Vlog カムなんで、これは ZV-1 はどう違いがあるかっていうのをちょっと確認したんですけども、いくつか大きな差が出ましたね。やっぱ吉原市、一眼レフと比べたんで、やっぱり質問でもありました。僕も考えますし、絶対に買う方も迷うと思うんですけど、僕は最初これ競合は絶対にスマホだと思ったんですけど、本気で動画やろうと思ったらやっぱり考えちゃうのは、一眼レフ買った方がいいんじゃないのかって思うんですよね。一眼レフなのか、このコンデジで Vlog やるべきなのか、どっちなのか絶対みんな悩むんで、その比較をね、改めて今回ちょっとさせていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。でですね、いろいろ撮ってみたんですけども、やっぱり強み、Vlog カムっていうだけあって、個人的には結論は Vlog が多分こっちの方が楽です。僕が最近出してるような、いろんなものを撮ったりとか、自分以外を撮り出すとか特にですね、絶対こっちの方がいいと思います。やっぱ結論は変わらないかな。一眼はやっぱりこうやって固定して撮る方は、それは一眼の方がいいんですよ。こっちはライトユーザーにすごく向いてると思う。やり始めの方、こっちの方が絶対、もう慣れてて、もう手ブレとかもうバリバリ、もう自分で脇締めでしっかりこうやって固定してカッて動画も撮れますよって人は一眼でもいいんですけど、やっぱ一眼の方はその細かいテクニックがいっぱい要求されますね。こっちの方はやっぱ楽、いろんな意味で。一眼レフでも撮りやすくするために、僕このゴリラポットっていうのを改めて買いました。もともとこれ持ってたんですけど、これ一眼レフは無理です。スマホとかそっち用ですね、で、マグネットで付け用で買ったんで、ずぶといの、これ耐荷重が3キロあるので、僕のキャノンの 6D フルサイズでも大丈夫です。フルサイズ本体が 700g ぐらいかな。で、カメラのレンズも重くて 700g とかで 1.5 キロぐらいあるんで、でもこれだったらずっしりゴンと置くことができます。見ての通りね、ちょっと水平が撮りづらいんで、水平を撮るのもすごい大変なんですけど、水平は僕あえて無視して、水平に撮らずにあえて斜めにしたりとかで、ちょ高低差作るときにこうやってやらなきゃいけない、大変なんだけどね、これでこっちはさ、簡単に水平撮れちゃう。もう固定されてるから、これ足が、これで水平撮って上下だけ簡単に変えて撮影をすることができて、こっちちょっと手間かかると、どうしてもね、こういうの買っちゃうと大変だったなと思ったんですけど、で、一応これで持って撮ることもできるんで、これ持ってこうやって撮ったりとかも、一眼レフをね、撮ったりしたんですけども、やっぱり当然絵面自体は、そら一眼レフで撮ったら綺麗なんですけども、僕が持ってるのが若干古いのもあり、 AF ですね、フォーカス合わせるとき、これ合わせるとき音がしますよね。マイクを離すのも手なんですけど、やっぱりこのフォーカスが遅いし、音もするし、カク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 で、頻繁に被写体が動いちゃうと、これが激しいんですよ、めちゃくちゃ。もう頻繁にさ、これをさ、映すじゃん、で、こいつをこうやってグーって、これがなんかこうやって動いて、こっちにピント合っちゃったりとか、いろいろしちゃったりすると、音がね、カコ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 ってずっと入っちゃう。個人的にはそれがすごい気になりました、 Vlog 撮る身として、だからそこはちょっとね、良くないなって、映像自体は綺麗なんですけど、こうやってやるとね、そこをね、うまくできるのかできないのかという話だから、そこら辺もちょっと技術が要求されると思いますし、その逆にこの動画の音を消して無視するって手もありますし、そこですね。なので、あらゆる意味で技術を要求されるのが一眼レフ、やっぱりライトに簡単に撮れるのがこっちですね。オートフォーカスが早いんで、めちゃくちゃ ZV-1 一瞬だから、本当にシュッて変わるから、ヒュッヒュッヒュッて切り替わって、で、音もしないから、動いてる被写体を撮るときすごく便利。なので僕はやっぱり自分をこうやって撮るの好きじゃないんで、僕自分の顔も好きじゃないんで、そんな俺をかっこよく見せようとかあんま思えないんですよ、そんなにナルシズム持ってないんで。どっちかっていうと、そのうちの場合は、僕はうちの猫が可愛いとか、うちの嫁が可愛いって思ってるんで、その
ね、自分が可愛いと思ってるのを可愛く綺麗に美しく撮りたいっていう欲のも強いんですね。もともとこっちの方が特に猫動いてるのを追いやすいから、あ、美しく撮りやすいなって思いました。でも撮ってる最中はやっぱね、そのキヤノンの静止画ってすっごい綺麗なんで、まあ、フルサイズの一眼なんかそれは綺麗に決まったんですよ。最上級ですから、一番クソ重くて使いづらい代わりに綺麗なのが一眼レフなんで、まあ、それを撮ってるのやっぱテンション上がりますよね。あ、綺麗だけどやっぱり重いし、手ぶれをしっかりやんなきゃいけないしっていう意味で、まあ、そこはちょっと細かい技術もいるし、僕なんか全然下手なんで水平保ったりとかなんとか大変だなと、手ぶれもないし、やっぱね一番綺麗に撮ろうと思ったらこっちも一緒なんですけど、手ぶれ防止つけたら綺麗に撮れないんで、こだわると手ぶれなしになっちゃうんですよ。でも一眼だったら最近のはね、あのレンズ自体に手ぶれついてるんで、レンズの手ぶれ使ってそれでなんとかごまかすとか、そういう手もあるのかなと思いますけど、気になったのはやっぱオートフォーカスの部分は気になりましたね。だ最近のミラーレス一眼、例えばもうすぐ出ると噂の R6 か、キヤノンの R6 とかが、もしくはソニーの α が全然やれてんならそっちでもいいんじゃないかなとは思います。安さとかそのまんまですね。10万円で両方揃っちゃうこっちが最強だと思いますし、入りやすさではいい。やっぱねこれだけでいけるんで、完全なスタビライザーにはなりませんけど、ジンバルじゃないんで、なりませんけど、自分の手でなんとか、ね、うまくスーッと移動できればいけると思うんで、スマホ用のこういうのもあるけどね、これは別にいらないかな。やっぱ今回ログ撮影とかもやってみて、やっぱ綺麗、ログ撮影はね楽ですね。めっちゃ綺麗にもラッドで一発でバーってできちゃうんで、こっちの一眼で撮ったやつはちょっと微調整が難しいですね。僕はログ撮影できないやつなんで、買うなら絶対ログ撮影ができる一眼を買いましょう。はい。そこは改めて言いたい、うん、僕は ZV-1 ちょっとマジで欲しいですね。今ずっと試したんですけど、ケチったら確かに一眼レフ1個だけ買って終わらしたいっていう気持ちもあるんですけど、やっぱ楽しいね Vlog ね、手持ちでこれだけでいけるって方が楽かなって気はやっぱりしてきてます。やっぱこれだとねマイクいらないですよ。外部マイクいらないんで ZV-1 はなしでも全然いけます。マイクが強い。やっぱ今回外でちょっと撮ったんですけど、スタバとかで、まあマイクの強いこと全然ガヤガヤ音全部拾えるんで、環境音も拾える。 Vlog に環境音って必須じゃないですか。現地でバイバイしゃべりにする、子供が泣いている、僕的にはその子供の泣き声ってちょっと癒しなんで、あれも外に出たなって感じするんで、キャンプとか行ったりする時もこういうのやっぱあるといいなと思いますね。でもその反面やっぱり固定して撮るやつはやっぱ一眼はやっぱ良すぎるから、固定して撮る固定して撮る固定して撮るでカット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 って入れてくんなら全然一眼でいいんですよ。だから俺どこでも三脚置けるようにこれ買ったのよ。ちょっとしたとこにポンってこと置ければいいから、ガチモンのでかい三脚持ち歩きたくない、だけど一眼で撮りたい、だったらこれでいいじゃんっていう結論です。こういうのでちょっと置いてね、ポンって撮れるいいかなって。だからちょっとねデロパパの方で料理動画もこれでちょっとうまく撮りたいと思ってます。そのために買いました、楽天のスーパーセールで、はい。まあ結局よし悪しなんで、機動力を犠牲にして固定した時の綺麗さを出すかで、機動力重視でちょっと絵の綺麗さは劣るけどコンデジでいくかっていう差になると思います。でもやっぱ Vlog っていう用途だったら僕はやっぱこっちがまずあった方がいいと思います。サブ機とかして考えても全然いいんですけどね、やっぱ特にその家族でお出かけして遊ぶついでに撮るとかだと、やっぱこういうのこのサイズじゃないときついよね。やっぱでっかいカメラずっと持って歩くてどうなのって、まあ俺持ってましたけどね、俺はずっとこれフルサイズ持って歩いてましたけど、っていう意味で ZV-1 いいかなって思いましたね。本当に欲しい、10万円かってくれないかな、ソニーさん。これこのままダメ。結論としてやっぱりね、買う買わないまだちょっとやっぱそのキヤノンの新しいの見るまでちょっと保留にしてますけど、欲しいか欲しくないかっつったら絶対欲しい、絶対欲しい、絶対あったら使う、俺使うわこれ。ちょっと押しただけでくるっと回転させてわーいって自分撮れるし、これも便利だよね。これくるりんぱってで外すのも簡単だもん。ちょっとこれくる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 って回したら、ね、はいって外せるんで、はい、もうこれでこんだけで使えますよ。あのねカメラ使ってる人分かると思うんだけど、こいつ入れるのって結構手間食うんですよ。時間かかるのこれ。めんどくせえんだよね、これ外してつけて。それがめちゃ簡単。だもんね、あらゆる意味で
簡易性が強い、めちゃくちゃなんだろう、パッと出してパッと取れるし、このサイズにしまえるし、まっすぐにしたらこんだけでね、カバンに入れるから。だから個人的にはやっぱカラーグレーディングとかまでやる人の方がいいんだろうなと思いました。俺これ使うんだったらそこまでこだわんなきゃ意味ないと思ったんで、そこまでしないなら別に iPhone でもいいかなって。 iPhone より集音性が強いで、当然ズームもできる、ログ撮影ができる、最初に想定した、VS iPhone って意味では圧勝です。少なくとも iPhone XS では勝利にならん。 あくまで僕のね持ってるこの 6D Mark II なんで、廉価版を使ってるんで、一眼のそれぐらいと比べると V1 の方がやっぱ Vlog はいいと思います。本当にこうやって固定して撮る分にはそれはね、俺が今こっち使ってるんで分かると思うんですけど、一眼の方がいいです、固定して撮る分には、だからこれ喋る気をやりたい人は別、常に固定していいなら、キャンプ動画とかでも料理動画でも常に固定した一つの絵しか撮らないならいい、ただ動かしながら撮りたい場合は絶対こっちっていうのは僕の結論ですね。あとやっぱり基礎を学びやすいで、一眼の方が覚えることがたくさんある、いっぱいやらなきゃいけないって思いますね、やっぱね、なので僕は初心者におすすめしたいかな、ライトユーザー、逆に言えばコアな方の方が使い道を見つけやすいと思います。一眼持ってる人でも使い道を見つけやすい、だって一眼重てえじゃんって言ったらだよねってなるんで絶対両方あった方がいいじゃんってコアな人は絶対言う、あこれいいじゃんってフォーカス早いしってなるんで、多分どっちも結局ねおすすめなんですけど、僕が想定してるのはやっぱライトユーザー、初心者なんで、初心者には とりあえずこっちから入りやと絶対言います、とりあえず買いやこれで、これでいっぱい使い方覚えて満足できなくなったらいいじゃん、ミラーレス買えばね、値段がどんどん高くなっちゃうから、とりあえず10万でこの2つ三脚もこれでいいじゃん、やってみごらんよ。というわけで今回ね Vlog 撮って確認してみたんですけど、僕は ZV-1、 Vlog はやっぱ ZV-1 だと思いました。さすが Vlog 株ってことになります。音声もこれで十分だもんね、本当にこのカメラでなんか、ね、新しい世界を開いてもらったんで、すごい僕にとって記念すべき機種になりましたね。ソニーさんにお声かけていただいて貸していただいて、その結果ちょっと本当に動画の方針も変えようと思ったんで、これで本当にありがとうございました。というわけでですね、まあちょっと ZV-1 のまとめに近い形になったかな、すごく良かった、本当使ってみてすごく良かった。 ZV-1 は素晴らしいカメラだと思います、本当。てかソニーに興味持ったよねで手ぶれは確かに弱かったよ、前動画出しましたけど手ぶれ弱いですけど、まあなんとかなる、ジンバル歩きでこれでスイーで、はい。というわけですね、今回、Vlog 実際にど素人かよ、やったことないやつが Vlog 撮ってみてどっちが楽だったの、どっちがいいのって思ったっていうのはやっぱ僕はこっちでしたね。プロの方だったら、ね、なミラーレスだろうなんだろうか、手ぶれなんか自分でできちまうぜ、でもこれで十分じゃんって、あとはもう編集でカットよみたいな言える人は別かもしれないですけど、初心者にはいいと思います、ライトユーザーには。というわけで今回改めて Vlog の話をさせていただきました。はい、今回は以上ですね。話はちょっとまとまらなかったなでも本当に